はいそれではあ今日はね、えー、2019年向けの論文サルベージェミの、えー、今日はガイダンスということでレックス専任講師宮内さんこんにちははいじゃあ皆さんねあのやっぱり、あのー、気になるところはね崩壊性だと思うんですよでね、あのーまあ、やっぱりえー、まあ当日からちょっと見ていくとですねあのー、まあ67条シリーズ 特67条シリーズあの、皆さんね、これ知ってるでしょ、まあ、ちゃんとやりますから、この辺ん、やるんだけど、私はね、ちょっとあの問題として出る確率は低いと思ってます、個人的に。というのは、皆さん知ってますか、あの去年の、えーえーっと、去年は2018、2018年12月30日施行なんですよ。おということは、 あのもうあれかと、新しい条文なんだなと思うでしょう。しかし、これね、発行がちょ、ちょっとごめんなさいね、俺の記憶があの正しければですけど、あの発行日はですねあの条約の、TPP って条約じゃないですか、条約の発行日がですね、えー、効力を発する日です、えー、あの確か来年くらいなんですよ。えー あの確か俺の記憶だと2020年の、えー、3月20日ぐらいなんですよ、確か、えー。ちょっと違ってたらごめんなさい、俺の,あの年末年始の同情出てる人はそれに書いてあるんですけど、ね、だちょっと出にくいですよね、これ、今年2019年ですもん、ただね、ただですよ、あの論文本試験の問題も2パターンありまして、何年、何月、何日で書かない問題だったら、ね、出せるんですよ、これ。 一般論としてこう聞こうとしかし何年何月何日の事案だったらもう出せません今年だってそうでしょ普通ほら2019年6月30日の時点でもって答えなさいっていうのが多いでしょだからそのタイプだったら出ないだから出るとしたらなんかこう一般論的な、うんうん、あの話になる例えばその今度ね、えー、基準日という概念ができます、えー、基準日というのは出願日から5年審査請求から3年の遅い方 でそこからどれだけ設定登録日が遅れるか、ね、どんだけもう遅延するか、その遅延した分を延長に回すと、延長期間にね。えー、であの昔ながらの,あの薬事法,薬器法ね、うん、農薬取締法の、あれは併存してますから、あのダブルの適用ということもありうる、ね。そういう事案はもう当然出るし、むしろそっちの単独の確率は高いよ。 あの平成15年以来出てないからちょっとメモしようか、ね、あの要するに、えー、っとこうやって書こうか、えー、徳のねむなし延長でこれは9もう9ですよねむなにですわ、うん、もう9本になってしまいましたけどこれはねあの平成15年以来出てないですよ 平成15以来出てないと、はい、あれから15年ですよ皆さんだからこの胸支延長の出る確率は高い、うん、これはね胸にはちょっと新しいから出にくいかなと思ってますけどあのいわゆる薬の分野のあ効力の範囲の制限とかね、まあ、だから結果的にですね あのメシルさんカモスタット事件ね、例えばですよ、あのー、判例の記述いきますか、いよ一郎メシルさんね、ええ、それからあのこの辺ね、もう皆さん、判例の方向ですよ、ええ、ちょっとこの辺のね、最高裁判例知ってるかどうか、なんでもいいよ、はい、どうぞ、じゃあ、ラーメン。おっ、ポリペプチド事件、おお、すごいね、うん、ポリペプチド事件はね、 不思議ないいいなやね。<laughs> 不思議ないいな。あポリペあ、ごめん、めん。ポリペプチド事件ね。勘違いした。それはね、えー、っと、あれだよ。いいト腐フフやね。いいト腐フフ。これ、ポリペプチド事件ですわ。はい。じゃあ、後ろの人、なんか知ってるこの辺の。ああ、そう。えー、えー。じゃあ、後ろの、はい。全然。はい。じゃあ、あの、アーニーは おパシーフカプセル出ましたね。それはね、あのこの辺に書くわ。さ、え、ん、ー、が世に放つんですよ。さん世に放つ。ね、パシーフカプセル事件。ね、この辺、もう、あの、判例の方向ですよ、皆さん。どうですか、ここまで最高裁がね、ひしめいてる分野ってないですよ。飯尾一郎は飯しるさんやね。 えすごいですよね、この部分あ、あ不思議なイーナあこれは、俺が今、先落とした不思議なイーナは何事件だと思いますはいじゃあ、後ろの、のどうですか、今こそ合格さん、おああ、プラバスタ事件、プラバスタチン、あれはね、不思議な婿です。 <laughs> えー、プラバスタ事件ね、えー、プラバスタ事件、俺はあのベンツのブラバシオの方が好きですけどね、全然関係ないというね、はいえー、っと不思議ないい稲は何ですか、はい、岡部騎手、ああ、そう、じゃあセミプロ、どうですか、セミプロ、おベバシズマブ事件、すごいね、ベバシズマブ事件。 これ、別名何事件って知ってます別名があるんですよ。ちょっと知らない。はい、別名なんですかちょっとわかります、ん。はい、じゃあ、ドクター・コパ、眠りから覚めた。<laughs> じゃあ、はい、ピエール・タキさん、どうですかあら、はい、じゃあ,あ、今来た人。はい、ベバ・シズマムのあの別名。ああ、そう、はい。はい。おすごいね。 うん、アバスチン事件、これはね、どっちかが学術用語でどっちかが商品名なんですよ。確かね、アバスチンっていうのが商品名で、ベバシズマブがあの学術用語じゃないあ違うかな、逆かもしれん、ごめんなさいね。アバスチンが学術用語で、ベバシズマブが商品名かなちょっと薬の分野の質問が詳しいと思う、これは。ねいや、こんなもんかね、まだあるこんなにあるよ。だからね、もう私はこの分野、危ないと。 思ってますよどれか出ますよ、これ。えー、あと一つねあの、教えておくわ、でこれはの、最高裁まで行ったんだけど、上告受理申し立て却下地であの、土俵入りできなかったのがあるんですよ、これ、だから知財公判になっちゃうんだけど、はい、えー、っとね、平成29年の2月の20になるかな、何事件だと思う、これ。はい、じゃあ、辛ラーメン、どうよ。 おすごいね置き去り、置き去られた感じ、置き去りにされた感じ、置き去りプラチン事件ね、えー、ほら、もうね、この辺も方向なんですよ。でね、皆さん、この判例、あの今、挙げたじゃん、全部、言えますかあのど、どんな内容の判例か、この名前を聞いただけでもし分かったら受かります。もし分かってて、ある程度こうね、 ど,どれが出てもある程度かけるぞと受かりますよ今年うんやっぱいやこれ,これ全然分からんわとまだまだよねええー、ということなんですよ、ね、でこういうのをあのやっていく、ね、このサルベージファイナルあ違うサルベージゼミサルベージファイナルはあれだよあの試験前1週間休むやつねじゃなくてこれはあの普通にあのちょっとね日程がきついかもしれんけどね これあの全部ね収録してますから皆さん、例えばね、曜金を来れなくても土日来てさ、受けて、俺、ほら、土日もいるからね、もう生と同じような効果があるよ、うんうんそんな感じやから、そういう判例対策もやるし、改正対策もね、斬新な問題も出そうと思っている皆さんの不安をできるだけ払拭するためにね、次に皆さん気になるのが、次のページ行こうか。 えっとね平三十のさっきはね法改正だったですよね。うん、まあ平三十法改正ということだったんだけど、平三十審査基準改正ね。これ皆さん、うんもうわかると思うけど、偽証商標ですわ。偽証とそれから商標はこれ審査基準変わります。ええ、でもね。 皆さんあの、心配せんでいいよ。衣装はちょっとね、やばい。商標はね、もう三角というか、あんまり気にせんでいいレベル。うん、あのほら、言語があの、過去の言語まで登録されなくなると。ね。あのも,もうじきあの新しい言語になるじゃん。そうすると、平成もだめになる。前はね、今、平成だけど、昭和とかも登録されるんですよ。ええ、原言号じゃないから。でも、今度の,ああの新しい言語になってからは、平成とか昭和も、 もう登録できなくなくる長、ね、渕剛のアルバムにも昭和というのがありますけどね、えー、登録できなくなくる <laughs> もちろんアルバムの第5話は登録できませんけどね、えーはいまあ、もちろんあの、ねあのー、平成女学院とか平成帝京大学とか、ね、そういうのは大丈夫です。ねはい、じゃあ、ね、次に皆さん、あのー、気になるのが、ねあのー、あれだと思うんですよ。 えー、審査基準の、えー、今ね、7条と8条これはもうすでに改定されています、いいですか、す、は、で、い、に改定されている部分はね異ね乗乗、ね、衣装法の7条8条です、衣装法の7条8条ね、でもね、それ以外、それ以外、まだなんですよ、あのほら、あの部分体ね、これ、ちょっと見て書いておくよ。 ミーなのがこれ、部分体全体とかね、皆さん気になってるやろうあ、あののにおける、えー、のお9条の敵みたいな、9条10条の、これね、ちょっとどうなるか分かりません、まだ。あのただ、私は論文試験には間に合うと思います、担当には間に合わなくても、論文には間に合うんじゃないかと思っています。A、ね まあ私は4月1日を予想します。だから、あと1か月未満。で、この9条、10条の間で、部分全体も適用されると。ねあそれからね、あの衣装の幼稚園ね。幼稚園の定義言えますはい。今の2つじゃん、幼稚園の定義。あるやろ その遺書の属性のやる気ど通常の趣旨に基づき当然導き出すことはで移動範囲を受けて変更するもとを認めばいいと出演の年を目立てのめであった遺書の要請を明確にまとするもとを認めばいいねプラスあのあれ部分遺書の遺書登録を受けようとする部分を入れ替える法制点線と実線部分あるじゃんねそれをこう逆にする例えばウルトラシーでね点線部分が遺書登録を受けようとする部分であるみたいなああそういうあのチェンジはできないよというのが加わるつまり要請項の定義は3つになるんですよ えー、そこも目新しいわねそ,そのぐらいかなその衣装のメインなところはねええー、と思いますよ78は既にもう変わってるからね8条があの5畳金目という枠組みは変わりませんがその構成物品が自由自在ですええー、結構ねあのなんかネッ,クスネックレスっていうのがあるじゃん、えー ネックレスだったったけなああちょっと忘れたなんかあの一組のソーシングセットやったかなネックレスとなんとかみたいなのがあるんですよ、うん、そこはね例えばペンダントとブローチとかちょっとあのそこに乗ってないやつもいいわけですよ、ね、広,く広くなるとであの例えば筆記具セットってあるじゃん、ね、今まではシャーペン万年スボールペンあのマーキングペンだけだったですねで あのこれまでの基準でもあの同時かつ付随の条件というのがありましたから鉛筆セーフだと思うんですよ。え、う、え、ん。鉛筆は従来も今も消しゴムももしかしたら OK になるかもしれない。ね、うん、あの幅広く認めるから今後消しゴムもさ当然シャープペンシルとかね消せるボールペンとかで消せるんだからねあの想定されるじゃんやっぱり。うん、であの消しゴムのデザインもさあの筆記具の方のデザインとさ同じようなこう模様を施せばね統一性取れるんだから。はい まあそんなところでしょうかね、はい、じゃあ次にね、あのうん、皆さんね、あの私が今、実践登連で採点してるじゃないですか、そこで気づいたことあります。あのやっぱりね、あの一行問題に弱いですね、あの結構、うん。これをまあ強くしていこうかなと。えー まあ、あのサルベージファイナル、サルベージ適装がね、今、私、手元にあるんだけど、今、ちょっと改訂作業中なんで、まあ、皆さんも、もうあの申し込んでる人にはあげるんだよ、いずれ、ちょっとしばらく待っといてください、これ、去年のなんだけどね、うん、例えばほら、こういう1行問題シリーズとかあるんだよ。ね 商標権の効力について37条1号に規定するいわゆる禁止権の観点から説明した上でこの点について商標法が異勝法と異なった構成を取った理由についても述べようみたいなね使用許諾制度を創設した趣旨について述べようとはね、はい、こういうね1行問題もあの随所にね出してますよ。えー、また1行問題できた15条の3の趣言えますええー。 10条との趣旨言います、あの商標権の。ね。商標権の分離分割にいても平成8年法改正で認めた理由言えますかね。26条の趣旨言えますこれ簡単ですけどね。あ、これね、使用許諾の可否。さっきあの、使用許諾制度の趣旨ってあったやろ。ね。あの、使用許諾制度の、あ、これ。使用許諾制度の趣旨と、使用許諾制度の可否、全然違うんですよ、答えが。うん。 これは、ね、青本に書いてありますちゃんと趣旨の部分と可否の部分全然答え違いますよええー、ねえこの辺もしっかり区別できるようになりますねだから一行問題をあの弱いから皆さんねその辺もやっぱりこう随所に毎回ほぼ毎回といった方がいいかな一行問題を出しますええ、ね、あと皆さんこれ気になるよね条約も意識すると。 えー、これ条約、はい、例えば去年、あのー、出ましたね、去年の平成30年、何が出たか、はい、PLT13 条かっこ2が出ましたね、それから窓プロの球場の2、ぽツさんというのが出ましたね、これが結構見どころだったんじゃないですか、えー、そうなると今年はなんだろうと、す、ま、で、あ、に私、去年のね、プレから始まっております あ,の上級トレンあれなんかで時々出しますけどねあの例えばよ商標権の更新登録制度ってあるじゃんあれって実は TLT T から来てるんですよねでも TLT T の何条って分かんないの皆さんねこれってさもうアホみたいなんだけどもちろん暗記しなくてもねあのほら条文これは対応される条文を一生懸命こう見ていけばねそれは見つかりますよええでも見つからんかもしれないよね本試験ってほらすげえ焦ってますから もう,なんかこう気が動転してです、ね、もう自分でも TLT を見てるつもりがね PLT の方を見てたりとかねだって去年もそうじゃん TLT 聞いてるのに PCT を答えたりとかね、まあ、そういう人もいるわけですよでもそれはねやっぱり本試験だからしょうがないもう気が動転するだから今のうちに覚えとこうという,もう可能性のあるものは全部い,いきますよこれ サルベージ例えば STLT も聞こうかなと、ね、STLT、シンガポール条約が原動力となっている条文もあるよね、例えば何でしょう、どこまでいったっけ、はい、2番目の人、どうよ STLT の要請のなんか制度知ってる、何でもいいよ分かります、セブン、どうですか、商標,法商標法21を、あ更新,更新あ,あれかあの、いわゆる正当流がある場合の。 うん、更新。あれはね、あれは TLT の方です。商標法条約ですね。STLT はどうでしょうはい。じゃあ、R に。出てこない。はい。じゃあ、今こそ合格さん。おああ、よくわかったね。そう、商標法ってね。 あるじゃん、例えば今、登録料の納付っいうのが出たから、それに即して言うとね、まず登録、査定等本が来て30日はね、うんうんで、それで納付できなかったらね、まああのえーと、追還っていうのが一応あるんですよ、特許法にも。ね、あちょっと見ようか、特許法のね、108条見ましょうか、えー、特許法のね、まあ、108条見ますとね、一、ま、向、あ、が普通の30日っていうやつですわ。 で、まあ、2個は年金だから飛ばして、3個延長ね。そして4個に追加があります。ほら、その攻めにきすることができない理由により納付できなかったときは、あその期間経過後、14回の間だって、あの当該期間経過を6回ついにいに行ってあるじゃん。で、今度はね、商標法のね、42条っていうのをちょっと見ましょうか。確か商標法は40か42を見,見ればいいよね。40かな。あ、41でした。はい。で、えー、っと、41のね、 えっとはい、3項見てください、41条3項、商標法ですよ、はい。登録料を納付すべきものは、一向に規定する期間内に登録料を納付できないときは、その期間が経過したあとであっても、継承令で定める期間に限り、経済産業省令で定めるところによる、その登録料を納付できる、でその後ろに追加が来てる、ほら、このね、まあ、私はあの、いわゆるダブル追加って言ってるんですけど、これね、ダブル追加の一発目、えー、この継承令期間、大体2か月です。 これが STLT なんですよ。ね。はい。他にしてますかねじゃあ、岡部騎手。他に。STLT。分かりませんかどうですかセミプロ。パスネット。はい、後ろの女性の方。じゃあ、眠りから覚めたドクター・コパン。ちょっとね、頭もリハビリしていこうぜ。 適当に当た言えば当たるかもよ。じゃあはいピエルタさん。ああそう。はいじゃあ一番後ろの人。はいどうぞ。はいはい女性の方。五条えちょっと五条の二。ああしあれえセ、ー、みミ認定保険ピーエルあ TLT ですそれそれ TLT はい久々のじゃあ俺が言うわあのねえ博覧会の 出願時の特例の9条3項です。ええ。9条3項。ほら、あの新相例の場合ねあの、ほら、その旨同時に証明書30日あるじゃん。で、この出願時の特例も9条2項に、あのその旨同時に証明書は30日といるのがあるんだよ。で、その後ろに、あの新の例のはね、特許も遺書もあのいきなり追加の規定が来てます、4項に。うん、でも出願時の特例は まずはバッファーゾーゾンとししがでょう参考にこれがシンガポール条約の要請なんですよだから法則性があるの法則性がね追加に入る前にバッファーゾーン的な機関があるんだよこれがシンガポール条約の要請ですわねどうねちょっと分かってきたねということですじゃあちょっとね意表をついてあのじゃあね 真相例とか、まあ、この質願時の特例でもいいんだけど、真、ま、相、あ、例ってさい最後の最後に、追になるをね、あその攻めに行きすることができない理由により、あの証明書を提出できないときは、その30日経過を6か月以内で、えー、不正石獣消滅後14日以内にね、提出できる、これは何の要請だ、はい、じゃあ、回りしたから、はい、新ラーメン、これはどう答える、これはね、条約じゃないんですよ、ヒントを言います、条約じゃないです、条約じゃないです、これは。 分かりません、ねはい、からない,らないはい,いはいーーどうやって答える例えば東京30条4項のね趣旨を述べようみたいなのが出たら困るやろマドプロ <laughs> 違うなマドプロは新規性喪失の例がないね はいじゃあ今こそ合格さん俺、去年受かってるかと思った今こそ合格さんは <laughs> いじゃあ岡部騎手、PLT じゃないんですよ、これ国内法の要請なんですよ、どの条文でしょう、ちょっとパスネット、はいじゃあもう答えだあるどうよ、行政不服審査法、違います、これね、特許法121条2項とのバランスですわ。 特許法条2項とのバランスですこれ青本に書いてありますよ見てください嘘だと思ったらあのね121条2項ってあの虚作審判の追加んですわでこれってずっと昔からんですこれ昭和30年改正からあるんですよええー、ねだからなんで虚作審判だけ追加があって他のところではないかと新総例でもやっぱり121条、ね、2項とのバランス取った方がいいんじゃないのっていう理由なんですだからここでまた法則性があるね 不、ね、石流というのは国内法なんですよ。正当理由って大体 PLT から来てるんですよ。商標法だったら TLT やね。うん、で、あのバッファーゾーン的なあの継承例規範は STLT なんですよ。ほら、法則性があるんです、皆さん、これ。ねそういうのもね、学べますよ。だから今、俺が言ったのはまあ予習だな、ある意味。だから、いずれ出るかもしれない、どれか。ね これはなあの,の趣旨は何だろうみたいなね最近、この手出てるよ、例えば去年以外にも、はい、平成28年の商標法でですねこれが出てるんですよ、商標法の6条2項、商標法の6条2項って、はい、ん一言で言うと何ですか、はい後ろの章、女性の方、ドクターコパちゃん、懐かしいやろ、6条2項、商標法の。 ちょっと忘れたちょっとね漢数字の1から始まるやつ1何とか1何とかですはいピエール・タキさん1何とかです <laughs> 6乗2項といえば はい、一番後ろの人、一商標一出願の原則が6条1項です、はい、どうぞ、一,商標あの一出願卓分制、はいこれですね、一出願卓分制ですよ、あでこれはあの何条約の何から来てるのかが聞かれたでしょ、平成28年に、はい、どうぞ、何条約の何から来てる、これ。 おはい、商標尺、つまり TLT の。ああ、そうですね、だからここがね、もうあの探せば多分,分かると思うんですよ、探せば見つかるんです、一生懸命。でも、多分ね、5分ぐらいかかりますよ、もう気が動転してますから、こう覚えてればもう全然ね、もう、ああ、やったーって感じですよね、はい、後ろの人、はい、ああ、これはもうね、覚えといて、3乗加工あのこれもう、過去もんやからね、過去もんだよ、覚えとけんとだめよ。 三条括弧五ですよ。もうこういうのね、もう覚えとったもん勝ちでしょでもちゃんとね、青本にも書いてあるんですよ、これ。ええ、あの、ぜひ見てください、嘘なしですよ。だ、そういうところをね、またピンポイントで、聞いてくると思うんですよ、例えばね。あの商標法十条の分割の時期ね。なんか、一緒だったら、左半歳継続中だけど、なぜか商標だけ左半歳、そう、継続中ですよね。 それの要請はと聞かれたらどうですか新ラーメン。おっうん。TLT 何か忘れた <laughs>、ええ。これはね、TLT の7乗括弧1ですわ。TLT7 乗括弧1の要請ですわ。ねえ。じゃあもう一回サービスへ。24乗の分割はどうよ。はい。上昇の人。商標権の分割はどうよ。 TLT の。はい、上昇の人。はい、Early ーー。はい、今こそ合格さん。おおそうね、だからこういうのがね、やっぱパッと出てくるように、しとかんといかんなと。いね、こういうのもやっぱり、もうあれよもうじ、時間かけずにさ、パッと答えて、次の説も行きたいじゃん。 ね、去年も PLT13 条かっこ2にね20分ぐらいかかったっていう人いますよ見つけるのに、うんまあ、見つかるだけよかったよねでも特日で一つの説問に20分もかけてたらね後ろがもうつっかえるよ、ね、で覚えたもんがちなんですよこういうのはもう、ねまあ、そういうところやっていきますよでねあの、まあ、ちょっとサルベガイダンスのレジュメ私が作ったねこれ何気にさ 皆さんあの論基礎とか多分受けてると思うんですよねレックのあるいはあの他の予備校でもいいんですけどあのなんかほらベーシックな講座の論文用の講座でねこういう一行問題一行問題っていうか基本レジュメっていうかなまあこれをまあねちょっと復習に見ておいてほしいなというのがありますよ。で例えばあの一番最初に二十九条の特許を検ってありますけどはいわゆるあの時系列3点セットと呼ばれているあの 29、29条の2あ、39ね、これはもう毎年出ておかしくないところやからね、はい、で、あの去年は何が出たかというとね、あえー、っとね、確か去年あの、ほら、外書が出ますよね、つまり11ページ、36条の2、その手前の、実は職務発明も出ますよね、職務発明外国公書面ってあの、去年の本試験出てますよ。えー、だからやっぱりね そのこういった基本レジュメといわれるものもあの、まあ、サルベージゼミあと9日後にスタートしますけど、ねまあ、ちょっとこういうあのこれじゃなくてもいいんだけどあの論基礎でもいいんだけどさあの見といてほいいね、ええ、ちょっとあのサルベージ基礎がちょっといい、ね、本当は今日配れればよかったんだけど今改訂中だからねあの、まあ、それができるまでちょっとこういうのを見とこうよ、ね、外国書面とはね私あのまた危ないと思うよ。 だってね、えっとあの、何年か前に外国を書面の趣旨を聞き,聞きましたね、えっと、それは2年前です、平成29年に外国を書面出願制度の趣旨聞きました、それからあの翻訳文超えの補正がどうなるか、原文超えの補正がどうなるかというのを聞いたんですよ。で、去年はあの外国を書面出願と保証金請求権をドッキングさせた問題を出しました。ね だから今、ね、トレンドが来てます外国を書面出願においてだから私は今度はねそれこそ追悼が出るんじゃないかなと、えー、外国を書面の翻訳文の追悼が出るんじゃないかと思ってるんですよ、えー、だから例えばね正当理由というのはどういうものが該当するかとかね、えー、それこそあの、ね、あの取扱い、えー、翻訳文の、ね、まあ3パターンあるじゃん 外国語書面の翻訳も出さなかった場合図面の翻訳も出さなかった場合それから要約書面の翻訳も出さなかった場合ねその辺の,あのまあベーシックなところからねであとはその最後の拒絶理由通知においてですね誤訳の訂正をした場合の取り扱いとかねあのまあ去年も出たんだけどあのそこはね毎年出てもおかしくないぐらいのところなんですよ理由付けもね含めて。 五百訂正書を出させる理由付けとかね言えますか皆さんそれが出たら怖いでしょはいであとはねあの単一線皆さん見てください16ページはいやっぱね単一線の問題が最近出てないのが私はね怖いなと思っておりますで、ねえー、例えばこんな感じ、えー、請求項がね一があのちょっと見,見ますかこれどういうことかというと 正、はい、求項1が新規性を有する場合にはあのもうこれはね A と B が共通するでしょう、はい、なので、はい、カんだライン A と B が A プラス B が同一の STF になるので単一性ありと、うんはい、じゃあ次に正求項1が、はいあのー、新規性を有しない、はい、青か黒なんだラインでも 請求項2が新規所を有する場合、実はね、この取り扱いって非常に難しいんですよ。ええ、なぜならばですねあの、これね、条文レベルでいうと、もうそれだけで単一性ないです。ええ、あの請求項1がもう新規性がないっていうだけで、本当は単一性ないんですが、特許庁の取り扱いはちょっとです、ね、違っておりましてですねあの、ちょっと黄色の蛍光ペンで塗ってほしいんですが、特別扱いしてます、ほら。 はい、特許請求の範囲の最初に記載された集めの発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの請求項に書くる集めは審査対象とするつまり請求項1が新規制がなくてもあのそれプラスアルファになっている場合にはちゃんと審査対象にするつまりこれは言い換えれば単一性違反にしないと言ってるんですよ。ね、でこの辺の話はねぜひいいですか具体的には平成21年の問題値を見ておくこと。 ええ、もうこれにつきます。であの、だから答えパターン2つに分かれますよ、条文レベルで答えると、これね、シフト制になる問題が書いてあります。まあ、単一性とシフト制って、売り2つやからね。うん、で、この,あの黄色の基準で考えると、シフト制にならないという結論なんですよ。まあ、どっちもいいけどね。まあ、そういう問題も出そうかなと思っています。だからもう宣言してみます。平成21年型出します。ええ。まあ、全く同じかどうかは分からんけどね。 えー、いい問題ですよ、平成21年、ぜひ予習しておくように、どっかで出しますよ、ほら、いい問題ですわ、ねはい、じゃあ次にね、あのー、皆さんねあ、18ページちょっと見てくださいよ、ほら、これね、これちょっとあの何色でもいいわ、製法によって生産物を特定しようとする記載、こういうのをなんて言いますかね、はい、次の人。 次どこまで行ったか分からんからトップバッターはいじゃあ新ラーメンどうよ PBP ですねええー、PBP クレームで PBP クレームといえば平成28年の2番に出てるんですがしかしあれは侵害系でした出願系でまだ出てませんねどういうことかというと PBP クレームはもうあの今のうちに来ますわどういう扱いになるんですかもしあの今実務で PBP P クレームで出願したらはいどうぞまずどういう出てこないね、まあ、そのためにこの講座を受けるわけやからはいどうぞ明確性違反,性違反条文で言うとはいその通り3662違反になるわけですよで だから PBP クレームはもう3662違反ですわ。ねこ,この知識はまだ出てないんですよ。この知識は出てない。じゃあ、これ食らったらどういうあの手段に出るああ、に PBP クレームで出しました3662違反の拒絶流通知が来ます。どうすればいい 正法に直すあいいね、そういうこともあり得る、そういうこともできる場合あるね、はい、今こそ合格さん、ほかに、取、まあ、り得る措置にけばさ、ほかにもあり得ると思うんですよ。はいあうん、ど,どんな釈明をするんだよ。うん、そうそう釈明というと、あれはね、意見書による反論でしょ、どんな反論をすればいいえ うん、はいうん <laughs> なるほど言いたいことは分かるけどまあ単的に言うと不可能非実際的事情を言えばいいんだわけね不可能非実際今言おうとしたのは多分これだよはいこれを言おうとしたんだねほら,ら432のポツ1ポツ2これだよほら,、ね、ほらこれ言おうとしたんだろでこれ暗記者もすぐ忘れるよどうせ。 だから不可能、非実際的事情って覚えればいいじゃん。でもうそれ,それだけでもいいんだよ。不可能、非実際的事情ね。あここに書いてるわ。ほら。あのちょっとあかんだらにするわ。ほら不可能、実際的でない事情。ね、こう短縮形で不可能、非実際的事情ね。これ言えばいい。不可能ですよ、そんなの。ね。本当は構造特性で、ね、書かないかんけ,けどもう,あのもう分からんですよと。 ね、特に個人発明家なんかねぶあの分析機器とか持ってませんからね、まあ、だから結果的にこうやってああやってそうすればこういうものができましたでクレーム書くわけよ、はい、これもう不可能非実際的というのは例えばねあのあれあのほら豊洲のさ <laughs> あの今もうね築地市場移りましたよねでもあのいろいろ大騒動があったじゃないですか弁善が。 あの検出されたと言ってねそれをあの検出するのに67億円ですよ、ね、ああまさに非実際的事情です、ね、あそんなにかかるのかと、ね、あの都の予算を使って67億円、ねまあ、何百万円でできるかと思いきや、ね、まさにそういうのが非実際的事情分析できないわけじゃないけども超過大な費用がかかるもうそれだったらもうわざわざ構造特性までね 特定しなくてもいいんじゃないのとそういうことですよ。はい、そういうところもやっていくだから、やっぱりこのサルベージゼミ。毎年ね。その合格者が多く出てるんですよ。まあ、あのすごい時には66.6%つまり3分の2以上受かった年もあります。あの去年は半分ぐらいです。ちょうどね。まあやっぱりそういうところはね。もうほら普通のゼミはさまだ年内から始まってるから、何が出るか、何がその予想されるかというのはわからんわけよ。 でもこの事件になってくるとね、ほら崩壊迫ったし、それから、まああのね、いろんなデータっていうんですかね、これまでの、ね、分析もあの、より精度が高まってくるんでね、えー、予想がねあの、精度が高くなっていますんで、非常にあの皆さんにとっても、ね、いいと思うんです、今からこの、ね、サルベージゼミ。それであの、じゃあちょっとこのゼミの、ねまあ、特徴を言っておきますとね、 あのまあ、スケジュールにも特徴があれ,現れてますけど結構きついと思うんですよ、えー、10回です、でもね、この,あ,のある程度タイトなスケジュール1か月で、まあ、10回だけどね、まあ、週2回のペースだけどあの別にこれなかったらちゃんとあの収録しますからねあの土曜、日曜に来てで私、ほとんどいますから、ね、あの遠慮なく聞いてもらいたいというところがある。それから あのなんだ、それだったら普通のゼミと同じじゃねえかと、はいでえー、ここに、ね、旗が立ってますけど、ここにね、答案用紙を最大10枚申請いたしますと、これ、どういうことかというと、日まあすで、まあ、に申し込まれてる方、申し込んだ方ね、あの答案用紙をプラス10枚お配りしますで、それはどういうふうに活用すればいいかというとね、まあ、基本的にはあの過去問あの、過去問は全部把握します、私は。うん 過去問だから、それはもうそのまま答案出してください何年のナンバーを解きましたと、ね、であのこれがあの、まあ、10枚、ね、あの今日、あのもうすでに俺申し込んでるぞという人は言ってくださいあげるから、はい、であこれでもいいよサルで適当でもいいただこれまだできてないからね,ねあの今ね一生懸命改訂しますから去年のプラス12問ぐらいプラスしますからね。 えー、そんなところです、はい。ということで皆さんどうでしょうかね皆さんの方から何か質問ありますかねいいですよ特にそういうところが、まあ、あの普通のねゼミと違うところでゼミも倒れも結局ねその受けた回の問題しかやらないんですよ例えば実践倒れなんかいい例ですわ12回でしょ12回きついよねきついけど16問しかやってないんですよよく考えたらそうでしょ12回で特実はプラス4だから 12プラス4で16ほらこれはいいですかちょっと見ましょうかじゃあねはいまず10回ありますよねまあ10回ありますよはいええ、あなんだ10問かとええ、でもあの60問ありますから結局70問やるんですよね <laughs> だから普通の当連のねまあ5倍ぐらいやると、ええ、そういうことなんですよね まあだからサルベージ適素ねこれはあのやっぱりあのまあゼミが終わってからこの4月21日終わるけどねそれ以降もあのゆっくりあの出してくださいでねちょっと,あのえっとねこれはほら採点ああそうそう4月30日までしかやらないよとか言ってますけどほらただねこれはなるもうあの皆さんに言っとくけどなるべくこの4月30日までに出してほしいんだけど例えば俺は担当があるぞという人もいると思うんですよ。 ええ、その人はちょっとかわいそうだからねあのいいですよ別にあのあの担当落ちたら意味ないからだからあの遅れて出してもいいからねだから論文だけの人はなるべく4月30日までに出してほしいんだけど、まあ、担当の人はもうその辺の所持情を考えますからねええいいですよ、ええ、はいあとね、まあ、あのよくいるんですよ先生10枚もう,もうちょっとお願いできますかとで <laughs>、ええ、基本的にだめなんだけどあの例えばですね どういうテクニックを使えばですねいや,ーいや分かった、5枚ぐらいいいわってなるかというと例えば、ですねあのいずれ出てくる、ね、論文山黒とか先生、取りますからあのプラスアルファで見てもらわせその辺がコツでそうやって言えばねしょうがねえな、分かったよじゃあプラス5枚とかね言ってあげますから。ね <laughs> ね いずれ6月の,、ね、あの最後の「悪飽き道場」これ出ますからあのプラス5枚ぐらいなんてしょうがねえな分かったわと。<laughs> <で> <laughs> まあどうしようねあの枚数やりたい人はまあそういうことですね。はいはい、他にどうでしょうしよかか、はい、いいですよなんか あとはねまあ自習室のスケジュールを見るとですね自習の書いてあるでしょ、これ何だと、これ別にねあの何も驚くことはない、普通にあの授業じゃなくて自習なんですけど何が違うかというとほら、自習室あるじゃんレックえでもね、あの,他のね例えば、少子験とか司法士とか税理士とかいろんなまあ人たちがいるわけです。 ね、そ,それがまあ、5年に座っとったりして、まあ、誰が誰やら分からんというね、そういう実習してなくても、皆さんにもう特別な実習することです。だから、あの常に確保されてるということですよ、ね、土日でも、あこれ土,土曜日やね、土曜日でもちゃんと、えー、それが確保されてるあの、ちょっと日曜の時もあるけどね、というあの状況です。ええ、で私は当然そのあのいますから ああの来てください、質問とかね、あればえ、別に授業を教えたりする会ではないんですけど、あの皆さんが自由に実習して、答連書いてもいいわね、え答案書いてもいいしえ、なんかこう、自分なりの勉強、それぞれの勉強において、分からないことを聞くと、まあ、そういう感じです。はいね、どううううででしょうか、はい、いいいすよなんかこういう要望あのもちろん、ねあの ちょっとそれは無理やなという要望もあるかもしれんけどあそれだったらいいよみたいなあ,あればどうぞどうですかね例えばねあの皆さんに聞いておこうかこれ、うん、ちょっとねあのここにいる人すべてがあの他にも今日来ていない人で申し込み者いるから本当は全員のねあ,のあれを取った方がいいと思うんですけどまあ大体 かると思うんで例えばね私は一つな迷ってることは一つあるとすればあるんですよ。それは何かというとあの特実まあ意証書表はね、まあ、いいんですが特実2問やりたいか1問やりたいか当年ねこれあの私は1問だけを想定しますで残り2時間でということを想定してるんですがもうあの2時間その分解説は短くなるよ、うん、だからどっちがいいか1問やってあの解説2時間がいいか あの特実ねもう,もうやっぱ実際の本試験が2問やから2問がいいか解説は短くなるよその代わり、ええ、ちょっと挙手を挙げてください挙手してくださいはいあのこの通り1問がいい人ああはいはいじゃあ分かりました 2, 2問がいい人なるほど2問が多いかそしたらね1問の人もいたんでそしたらねあのこうしますわどっちのニーズにも答えられるように そしたらね、分かったあの、うん。なるべくこうしましょう、じゃあ。うん。あのね、えー、っと、えー、っと、こうしましょうかね、じゃあ。あの、分かった。あの、最初のね、あの1回、2回あるじゃん。これはちょっとウォーミングアップで、この通りさせてください。この通りり、ね。であの、次のほら、3回、4回、自習会を挟んで、これね、通れ二2時間にしましょうか、じゃ変更。 ね、これ2時間にしましょうねうんうんそしたらいいでしょあのどっちのニーズにも答えられるねはいじゃあウォーミングアップね最初の週はね、うん、そして次はちょっと本試験を意識してさ2問これでいこうよねちょっときついかもしれんけどねうんそれだけでも違うと思うよこの2問の中でねどうその問題と問題二をね安分しながらやっていくかという訓練も必要だからねじゃあこうさしてもらいますはい。 じゃあそ,れそれ相応の問題を、ね、あの作りますから、はい、よしじゃあほかにどうでしょう大丈夫ですかねはいじゃあ,あのとりあえずあの皆さんね、えー、個別に対応しますからあのサルベージゼミのね あの説明会は終わりまして、あのー、なんか質問とかね、あのー、実践登壇の準備に入る人は、まあ、あの隣の教室行ってね、実践登壇に備えてください。はい、それでは、サルベージミの説明会を終わります。どうもお疲れ様でした、はい、であとはね、担当のある人にちょっとあのあワンポイントアドバイスなんだよね、担当のある人はね、あのー、久々にこう来てる人もいるんでね、あのこれがニューバージョン、の法改正にも対応してる、担当ゴロテックコンプリートね。ね これがのおすすめですので、崩壊正に対応した100枝というのも、ね、用意しますから、ほら、宮口100枝模試改正対応バージョン、これはあの全科目に対応しますからね、まあ、一応、あの担当のある人はあ12コマ、2時間かける、今からやればちょうどいいと思います、ねあのーまあ、例年ね、やってるんだけど、担当ゴロテク、まあ、ニ,ューニューゴロテクも、あのー、掲載しますからね。 はい。じゃあ以上で終わりたいと思います。どうも今日はありがとうございました。はい。